このロボットはこの人物のツイッターのアイコンを土台にして表現したものです。とか、もちろん許可なんか取ってません、とか。もちろんそんなことは誰にも、親族にも言わない、そのデザイナーの心の中の秘密だ。そして、それで押し通せる。ただその結果は、過去の例を見てもいい結果にならない、ほぼ壊滅的な破綻のきっかけでしかない。このかぶせというのは、禁止するべきか、それなら、いかなる手段にて、発見する？正義を語る先にあるのは、我にひれ伏せ、そして崇めよ、とか言いかねない存在ではある。分岐点を前に、現状とのバランスが取れない感覚が問題。このロボット、だのに気がないとほぼ標的だね。って誰のことだ？ちょっと面白い。それの先にこの面倒はあるのか？それとも。過剰と言えるものを抱えた結果か、あるいは。